どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。お久しぶりです。はい、ということでね、キヨキヨお前どうがどうしたんやと。負けたらアカウント削除の追悼動画を出した、俺メガネしてた。負けたらアカウント削除の追悼動画を出して、お前そっから2ヶ月間経っとるやないかいというね。いや、正直に言うとね、クラロはやってなかったんですよ。そう、正直に言うとね、なんでやってなかったかというとですね、まあ単純にね、やりたいという気持ちが湧いてなかったんだよね。これガチで、いや僕の中でも葛藤はあったんですよ。この新しいチャンネル立ち上げました、でもってそこから、あれなんか毎日投稿するって言ってたじゃんみたいな、あるじゃん。でそこで、まあ、毎日投稿っていうものを守って毎日あげた方がいいんじゃないかっていう側面もありつつ、いや僕ね、大事にしてるのがね、もうこれ本当に自分勝手で申し訳ないです。自分勝手で申し訳ないんだけどね、もう目の奥キラキラ理論っていうのを僕すごい大事にしてる部分がありまして、やっぱりやりたいっていう感情がすごく大事なんですよね。だから僕今やりたいという感情があるんで動画撮ってます。おい、なんか、高チャンネルみたいになってて、高チャンネルどうしたん最近の。チャンネル消してない？というね。まあまあ、女性置いといて。まあ、そういうことで、やってない時に、僕、無理に動画上げたくないなと思って、ね、動画上げてませんでした。だから振り回す感じになっちゃってたら申し訳ないんだけど、もう僕の気持ち、第一で行かせてください。いや、もうすごいやばいやつ。もうなんかわがまま YouTuber もうわかる、もうコメントに書いてください。もうキヨキヨふざけんなという、ご要望というか、その怒りのコメント、お待ちしておりますんで、もうお願いします。で、最近の話で言いますと、僕ね、ちょっとごめんなさい、あと40秒だけ喋るんだけど、最近の話で言うとね、もう実写動画もね、まあ今のこのゲームチャンネルも、もう僕編集してるんですよ。なんか今僕なんか編集したくてすいませんね。編集したくて、僕編集です。今日もね、もうクラロワ動画たくさん撮って、たくさん編集したいなと思ってんの。そう、YouTuber で、ね、最近 YouTuber なの。うん。ということで、やばくない？フェニックス。やばいよ。いや、俺さ、このデッキむっちゃ強いと思うんだよ。いや、もう見慣れてるデッキ。さ、このデッキむっちゃ強いです。タラダダッタタ、4次元ポケットから出た最新のアイテム見たことあるって感じになっちゃってるんだ今。そうなのよ、これメガゴなの、もともとこの枠メガゴをフェニックスにしただけでむっちゃ強いの。あ、ということで今日やっていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、久々のクラロワ動画だね。だから僕本当に今後もトロフィー達成じゃなくて伝説の道で行きたいと思うんだけど、今後もね、僕、まあ、波あるかなとは思うんですけど、まあもうちょっとそこにね、気持ちに嘘をつかずに、なんかつまんねえなって思ってるのに、動画を出すみたいなことはしたくないと思ってますんで、これからもね、何卒よろしくお願いしますということでございます。いや、だってさ、あれだよ、フィンランドで世界大会あったじゃん。俺あれもさ、なんかもう早いうちに、いや、そういうのはちょっとすいませんって言ってたのよ。うん。で、本当はさ、フィンランドに、あ、これいらねえな。フィンランドに行かせていただくとかあったらさ、おい、サウナあるし、行きてみたいな思ったんだけどさ、やってないのにさ、まあ、その時、まあ、厳密にやってたんだけど、まあ、本気じゃないのに行くのはなんか違うなと思って、あれです、お断りもしましたね。はい。はい。もうフェニックスのちょっと強さがやばい、マジで。マジでやばい。いや、マジで、このデッキ、俺、強い！ここでザップランク打たせていただいて、はい、これでやって、これもはやフェニックスが、いや、もうフェニックスがとか、もうさ、時代遅れなのよ俺。あのさフェニックスの話さ、遅いのよ俺。やばいよね俺、いつの話っていうさ、そういう感じで、あ、これ復活するんじゃない、あ、しないか、いつの話っていう感じで、ごめんね本当にね。あれ、アップデート来たの10日前ですけどみたいなね。1週間前ぐらいか。うん。そうとかね。お、曲、お、待って、俺結局キヨキヨはエリババチンパン落ちみたいな、やめて本当に。本当にさ、ちょっと俺こっち行こう、こっち行こう。もう左来ても無視しようかな、もはや。なんかこの人結構始まり系 YouTuber だからさ。あ、でもこのタイミング出してくれるのは美味しいな。オッケー。俺スパーキーさ、俺いろんなデッキ使わないんですかって言ってくれるの
だけどさ、俺スパーキーが使ってるのが一番なんかおもろいな。結構ロイジャイ使ってることもあったんだけど、相手落ちたね。相手落ちましたね。私のこの圧に。フェニックスの。いや、待って。俺は、ごめん。あのね、正直な反省言っていい？前ね、あの、クラロワ動画出した時、俺、なんか、うまい感じ出してなかった。うまい感じ出してたよね、俺。マジで俺の動画はプライド高かった。なんか、ちょっと、なんか読みプレイとかしようとしてて、マジでなんか滑稽に映ってさ。うん、俺本来さ、そういう感じじゃないじゃん、マジで。なんか、俺は、クラロワ一番好きなのは、友達とフレバト。いや、ちょっと待って。あのさ、俺、時代と逆行してる感あるんだよね。この、ね、時代が e スポーツ化にどんどん寄ってるじゃん。うん。俺思い出したよ。あのね、4年、5、あ、ロケットか。マジか。なんならこれさ、ヒースピでさ、なんだヒースピちょん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 ってやってさ、あ、え、ヒースピ聞かないのこれ。ヒースピ聞かないの。で、その、4年前ぐらいにさ、あの、4年前、5年前か、クラロワが e スポーツ化しますみたいなことを聞いたのよ。うん。そん時ね、やっぱね、ちょっとね、マジで、俺ついていけないかもって思ったよね。うん。案の定ついていけなかったね。案の定ね。うん。案の定ついていけなかった。いや、ちょっと待って、これさ、やだな、これやだな。うん。オッケー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 。いや、オッケー。マジで強くね、フェニックス！フェニックス！いや、あのさ、コンセプトはすごいいいんだよね。コンセプトはね。うわーこれやだな。ちょっとさすがに守りたいっす、これ。自分守らせてもらっていいっすか。よし。お、ミラー。いや、俺個人的にさ、ミラーがさ、あのさ、あの、16じゃなくなったじゃん。もういつの話っていう。いつの話してんのっていうさ。いつの話してんのって話なんだけど。おー、ロケットそっちに使い回する。使い回する。俺、その、それが、それもちょっと萎えたんだよね。俺、ミラー好きになってたからさ。うん、それもちょっと萎えたのは一つありましたね。さあ、行ってこい、スパーキー。さあ、スパーキー行ってらっしゃい。そう。あ、それで言うとね、この動画さ、多分、4日の金曜日に上がってると思うんだけどね、4日の金曜日のね、あれ、会うのよ。スパーキーの人たちと会うんだよ。嬉しいよね。誘ってくれてさ。ね。ちょうど僕、あいみょんさんライブで11月5日、大阪の方行ってくるんだけど、それのあれで、せっかくならお会いしましょうみたいになってね、お誘いいただいてマジで嬉しいよね。本当に。そう、会ってくる。スマップさんも会う。僕の動画ね。知ってる？僕の動画見てくれてる人は知ってくれてると思うんだけどさ。これちょっと一回スパーキーこっち出しといて、さあ、まあ、ロケット右スパーキー打たれるけど、はいはいはい。いや、打たれるからちょっとこっち行っとくか。いや、この、俺、左のやつ行かせると思ってたんだけど。はいはい、まあ、こんなのはもうどうでもいい。さまつ！さまつ！そんなものはさまつ！やばい。俺、もうこれでいけんじゃね？これでいけんじゃね？もはや。おい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 。俺が炎上はしないでね。俺を炎上させるのだけはやめて。フェニックスを使うだけで炎上しないで。これやばいんだよね。マジで俺はごめんなさい。俺、クラロワ YouTuber と逆行すること言っていいですか？ね。俺は、すまん。楽しい。ごめん。これ楽しいんだよな、俺。俺ちょっと好きなんだよな、こういう。ごめん。ごめんとか言って。いや、みんなさ、殺気立ってんのよ。殺気立ってんのよ、そのさ。まあ、だから、まあ、それがね、e スポーツとしてやってる人と、あれよね、なんかまあゲームとして、そのなんか、ね、遊びとしてやってる人の違いなのかもしれないんだけど、オッケー、知れないんだけど、そう、まあどっちがいい悪いじゃなくてね。そう。もう僕はさ、やっぱエンジョイ勢からするとさ、すごく楽しいよね。これ共感してくれる人いないかな？共感してくれる人、グッドボタン。こういうさ、グッドボタンさ、
あんじゃん。これ動画の途中にコメントくださいっていうパターンあるじゃん。しなくね。しないよね。これさ、一回レイジかけてみていい？レイジかけて、卵もレイジかかるよね、これ多分ね。確か卵レイジかかんのよ。はい、強い。はい、あなた強い。ちょ、待ってよ。待ってよ。いいじゃん。いいじゃん。俺はごめん、はい、言います。1年前までだったら、俺はこの強さを見て、あ、なんだこれは。ちょっと、運営さんやりすぎじゃない？みたいに言ってたの。いや、でもやりすぎだわ、これは。これはやりすぎだわ。これはやりすぎ。ね、俺はもう読んじゃうよ。俺どうせギャング、あ、オッケーオッケーオッケー。いいね、いいね。ギャングでもこっちから来るのは美味しいんじゃない？逆に。で、ここでフェニックスなんか出しちゃって、ここで。はい。フェニックスチンパンしちゃって、フェニックスチンパンしちゃって、はい、ここで、はい、レイジかけて、なんとヒースピまで、卵にヒースピをかけていくっていう、もはや。あ、卵かかんなかった。どうしよう。どうしよう。どうしよう。昔の名残で、なんかその、なんか、あっけなく買っちゃった時、どうしようって思っちゃう癖あんだよね、俺。寂しい人間だよ。いいじゃないか。これでシャンパン乾杯すればいいじゃないの。海外の YouTuber だったらこれ、いやーっつって、いや、海外の YouTuber 怒ってそうだな。Oh my goodness. Oh my goodness. Phoenix OP. いいんだよ。それでいいんだよ。さあ、ヒデキングさん、ちょっと待って。ごめんね。これ僕編集です。はい。僕編集なんですけど、あのね、どうすか皆さん、これも別で動画出す？ちょっとわかんないんだけど、究極的に、試合中のテロップってさ、いる？とか、拡大とかっている？あ、ここは聞きたい！え？みんな、ちょっと今、多分動画時間12分ぐらいだと思うんだけど、ここまで万に一つ見てくださってる方、ね、キヨキヨがもう大好きで、もうすべてを吸い尽くしたいと思ってる、そこのあなた。質問なんですけど、試合中の、試合、なんか、拡大っている？ゲーム画面の拡大。なんか、いらんくね？って思ってる、俺は。見やすい？僕の考えでは、なんかさ、いきなりさ、例えばいきなりこの辺が拡大されたらさ、なんか見づらいよね、逆に。なんか今までなんかふとね、拡大した方がなんかまあぼんやり見えるかなと思ったら、楽に見えるかなと思ってたら、みんなさ、試合として見てるじゃん。だから自分がゲームしてる感覚で見てくれてると思うんだよね、多分。だよね。ちょっと質問来てたってやつだよ。拡大はいりますか？フェニックス。俺、これ作ったらマジで神だよ。これ、はい、これでいくでしょ？これで、はい、早すぎる。で、ここで、はい、なんかスケルトン舞台とか来ても、ヒースピでやっちまいますよ、TV。やべえ、マジで。いや、いいんだよ、喜べ。祝杯をあげろ。うわー、これちょっとやだな。これ安っすね。これ安っすね。安っすね。安っすね。ザップ打っちゃいます。いいね。てか、俺、未だにさ、わけわかってないのがさ、クラロワは今何を目標にしたらいいの？俺、ラットさんに聞いたんだよね。うん、ラットさんに聞いたんだったんだけど、伝説の道でいいんだよね。伝説の道をこうやっていくのが男？うん。そういうことで合ってる？うん。その、何を目標にしたらいいか分かんなくなる問題ない？オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。いいよ、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 いいよ。いいよ。うわっ、まんちゃん、あー、ないか。これバレる？バレるって何発で倒せんの？フェニックス一発でーす。やばすぎる。今のうちに使っとけ。今のうちに使って。いや、でもさ、みんなさ、クラロはさ、もし長くやってこの動画見てくれてる方って、1週間前クラロ始めましたって人は見てないと思うのよ、もう正直ね。マジか。ちょっと待って、まずいな。OK。そう。だからさ、結構昔から見てくれてたりさ、キューキューのクラロワ動画なんか好きみたいなね。あいつ、下手だけど好きみたいなね。言ってくださる方いるんだけどさ。そういう方とかが見てると思うんだけど、経験してるよね。わかってるよね。もう。あ、クラロワたまにぶっ壊れるよね、みたいな。半年に一回ぐらいなんか沸かすよね、みたいなね。あるよね。もうだから、動じない
視聴者さんになってきてんじゃないかな。うん、さあ行きます、よろしく。よいしょ、どうしようかな。ちょっと一回レイジかまして、フェニックスがさ、とりあえず防衛で出しとけるじゃん。オッケー、行きますぜ、行きますぜ。はい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 、なんたなんたらビビってる、はいビビってるみたいなねなかった、なんか小学校の時なかった、なんかなんかあの相手のあピッチャービビってるみたいなさしょうもないやつ。あ、これ復活の、復活のお香でしょこれ、復活のお香、センキュー。あー、ただちょっとネクロ安ね、普通に普通にネクロ安ね。はい、スパーキーオンライン。あー、まあこれちょっとザップ行かせていただきまして、うん、あとさ、みんなさ、俺の動画をうまいって褒めてくれる分には嬉しいんだよ。うまいって褒めてくれる分には嬉しいんだけど、なんか査定しないでね。あ、ここは下手とかね。あ、ここはエルキじゃなくてエリババの方が良かったですよみたいなね。いやいやいや、その査定しないでね。やめてね。俺の PS と女子の顔面点数つけるのやめて。うん。俺急に女子の味方みたいな急に女子の味方みたいになってるね。 OK、 これ左タイトし、左タイトし、はい、ありがとう、はい、ありがとう。 OK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 、 これ左捨てっすよ、捨て。お、紅茶のどこ行った？でも捨てます。この紅チャンネルどこ行ったは、今俺にも絶賛適用され中だから、うん、ねえ、あれ、キヨキヨさん、ねえ、コメントであったんだよ。あれ、キヨキヨさん、ついにアップデート情報にも触れなくなったみたいなね。うん。俺、アップデート疑心暗鬼だったからさ。うん。まあ、どうなんすかみたいなね。うん。すごいよ。すごい。オッケー、ちょっとここでも守っちゃう、これで。はい、オッケー、オッケー。オッケー。選挙じゃねこれ。選挙じゃねん、これまずい、これまずい、これまずい。なんかまずい、なんかまずい予感。俺、これで、キングむっちゃ持ってかれたことあるから。よし。いや、でもさ、ありがたいことにさ、さ、1週間ぐらい前にさ、クララの運営さんと俺ミーティングしたからね信じられるかい。2ヶ月動画出してないやつ、クララワさんとミーティングしたからね。うん、謝ったもんね、開口一番ね。すいません、正直ですね、やってなくてですね。グッドゲーム、やってなくてですね。動画はですね、やりたい時にやりたいなと思ってまして、ミーティングしたからね。すごいんだから。そう、俺緊張して、うわ、ちょ緊張するなみたいなね。うわ、俺合わせる顔あんのっていうね、そういう感じでね。でも全然、いや、もう逆にありがとうございますみたいな言ってくださって、大人。なんか俺ちょっと伝説の道全然やってなかったんだけど、多分あれだよね。まあ、みんなも分かってると思うから、あれだけど、金の石？金の石段みたいのあんじゃん。金の石段は、壊れちゃうと下がんのかな？じゃ、あんま分かってないから、とりあえず勝てばいいんだろっていう。え、待って、今待って。え、バーバリアン3体なの今。ちょっと待って、ごめんね。すいません、原始人でごめんね。ごめんね、本当に原始人。俺、いつの話だって思われる方、ちょっと申し訳ない。本当に知らなかった。本当に知らなかった、俺。本当に知らなかったよ。え、3体なの？ババって今。しかも、ババ小屋。オッケーオッケーオッケー。うわー、これちょっと一回これ延命したいな。オッケー。オッケー。さあ、行ってらっしゃい、飲食堂。さすがにこれは、さすがに、レイジ？レイジ？かける？かける？かけてもいいね。かけてもよかったけど、もうかけないね。オッケー、ここは無視。オッケー。これで、生きって、なんかザップとかかますと、もう行かれる。持ってかれる。はい。うわ、こやこやじゃん、こやこや。こやこや俺むっちゃ好きだった、昔。まあ、クラロワリリースして、1年目みたいな。いや、1年目どころか、すぐ。なんでかっていうと、出すだけだったから。ごめんなさい、ごめんなさい。なんだごめんなさいって。うん。俺はもうね、ありのままでいくよ。俺はもう本音で生きるっていうね。うん。新著書出すよ、俺。新著書。うん、新著書って俺一回も出したことないんだけど、著書はね。うん。本出してえな、俺。
本音で生きる、インフルエンサー 2.0 おい、マジか、やだな。普通に普通にやっすね。え、君ロケット持ってんの？スパーキー入れてんのに。スパーキーの気持ちあなたわかるはずだよね。いやー、むっちゃやだなこれ。うわ、しかも入るし、これちょっとこうして、こうして侮ってもらっちゃ困るよ。 OK、 これいけるわ。 OK、 侮ってもらっちゃ困りますよ。私だってね、スパーキーのね、嫌がらせする方法してんだからね。ヘイシリ、スパーキーの嫌がらせする方法を教えて。だからね、俺知ってんだから。俺、おいシリ、起動すんな。え、何のシリ？あ、ごめんなさい。iPhone が、iPhone のシリが。ごめんね。ごめん、逆に、この今の僕のヘイシリで起動しちゃった人いる？いないか。さすがにいないか。さすがにさ、iPhone で音流してて自分の iPhone 起動することないよね、多分ね。うん、さすがにないと思うんだけど。セーフ！あれ？俺今んとこ全勝！まあまあ、ね。救急さんも早く上がってきてくださいよっていうね、ことだよね。うん。で、はい、そして、キヨキヨ改革二つ目、キヨキヨのマニフェストです。はい。皆さんですね、今まで、まあ正直言おう。正直言おう。やっぱり負け試合、ね。負け試合ってあんま見せたくないじゃん。うん、なぜならばさ、負けてるとこばっか見てもなんか、楽しいですかっていうね、そういうのあったりするじゃん。もうそれも俺だと思うんだよ。それだと思うから今後載せてきます、動画に。うん。なんか、負けたからボツにするとかね。そういうちょっとあんま、もう嫌だなっていうね。これ言ったらクラロワ業界の方にね、ちょっと怒られちゃうかもしんないけどさ。いや、結構ね、みんなの動画多分もう勝ちリプとか勝ち試合ばっかだと思うんだよ、多分。うん。なんでロケット入ってんの？なんでロケット入れてんの？こういう人に限ってスパーキー使うんじゃない？使う、あなたスパーキー使っちゃダメ。あなた。多分使ってないんだけどね。ロケットスパーキーって相当あれだよ。そう、だから勝ち試合ばっかじゃなくて、もう本当に、もう純粋にクラロワゲームっていうね、うん、ところ。だ、僕ね、それね、マイクラやって気づいたね、マジで。さ、なんか、じゃあマイクラ僕やってんだけどさ、まあ当然ね、当然ねとか言ってた、当然ね、うまくないのよ。俺。うまくないのよ。だけどさ、なんかその、なんかうまいだけが全部じゃないな、みたいな思いました。はい、レイジ！神じゃん、これマジで。で、ここで、はい、ヒースピなんか足しちゃって、これ落ちんじゃない？そしてフェニックスに届かないの、やだ。あざっす。あざっす。フェニックスに届かないのはちょっと嫌だね。そう。はい、スパーキーオンラインさせて。ダメだ。ちょ、ま、何してんの何してんの、ちょ、待って、ちょ、待って。見て、見ないで。見ないで。おい、モザイク、おい。何見てんだよ。あいつが飛んでくるだろ、あいつが。あ、見んじゃねえよ。おい、見んじゃねえよ、マジで。あれ？あれ？ロケッターじゃないの？ロケッターですよね。諦め TV！皆さん、あきらめ TV をご覧の皆さん、こんにちは。キョキョです。あざっす。あざっす。危ない。危なくはない。失態をしたことは明らか。グッデン。そんでもってね、俺がいるクランね、今ね、ボンジュールを倒せっていうね、クランにいます。はい。ドズルさんとかがいる。あ、ドズルさん。ドズルさんが10位にいてね、俺9位っていうね、いるっていうね。ボンさんいんのかな？ボンさんいんのかな？なんか前ね、ノリで入ったんだけど、ボンさんいる？あ、ボンさんいないじゃん。あ、ボンさんいないじゃん。本当に倒したい人じゃん、これ。さて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 、ここのさ、バッジも変えたいよね。うん。俺今、謎にエリババレイジっていうね、感じにしてるんだけどさ、これがさ、新カードとかになってたらかっけえよな。それかっこよさあるな。うん。なんか俺ね、謎の心理的勝利をね、するのが好きで。なんかこう、最初に僕がスタンプむっちゃ買ってたの、こう、スタンプさ、こういうさ、買ってるじゃん。
あこいつはガチ勢だみたいな、あこのスタンプを買っちゃうほどこいつはガチ勢なんだみたいな、そういうのをしたかったんだよ俺ダサいよねダサいよね、そういうのが好きだから。ちょっとここどうします、ここ、いやここ生きんない方がいいんですけど、あこれはねピュンピュンでやってもらってコーヒースピ出して OK OK これで打つ、打たん、なんだと、はいここザップパチッ2発、どうしようかな、どうしようかな、ボンバー、ボンバー吹き矢、ボンバー吹き矢、電球、マジで強い。これね一回守らずにこれ振る、体で受けて、体で受けてこれいきますぜ。これねスパーキーオンラインさせていただきまして、はいはいはい、でここでペッカをケツから出したくないはずなんで、絶対絶対ペツ結果、ペツ結果って何、ケツペッカ出したくないでしょ。でスパーキーに当ててきたいんで絶対、だから僕はエリババが欲しいんだけど、エリババ手札にないという真実これはねちょっと、まあ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 、このゴブジャイを届けましょう、なぬ、まあゴブジャイ届けてさ、ここをどう守るかです。あいつバレルも飛んできますし、ここも中からやってバレルも飛んできますし、あーでもボンバーとか別に追加してこないし、はいオッケー、はいここエレクトロンオッケー、はい素晴らしい守り、素晴らしい守り、さあさあこっからさっきと一緒で、さっきと一緒で、こっからですね、またこれをなんかエレキを受けてくれたらスパーキーで回収できるが受けない、後ろからなんかまた出したいがスパー、ね、スパーキー出てるんでペッカは出したくないんで、また中盤から、おお、あ待ってミスターちょっとちょっとミスターちょっとミスターちょっとミスターちょっと待って、おいおい何見てんだよYouTuber が切れるっていうね、失敗した YouTuber が逆切れするっていうね、何見てんだよ、何失敗見て笑って、何見てんだよありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、危ねえ、あれマジで一番ずつ出てた、いやこれぐらいは許してくれよね、これぐらいはごめんねごめんねざっけざっけオーケーいきます、よしよろしく、ちょっとミラー外したいな、なんか俺ミラーせっかくゴールドまで育てたのにさ、紫の上のさ、はい、心理的勝利を持ってきます、はいここホグライダー飛んでくんじゃないの作戦相手にねちょっとあれそわそわさせるっていうね、うん、相手の認知資源を奪っていこうというそういった作戦でございます、非常にねせこい作戦が私好きということで、わあこれはさすがに、うわあ早い早い早い、うわ早い、ちょっと待って貫通してきた、俺のターゲットを貫通してきたぞ。さあここはちょっと逆に言わせていただくと、これ相手守れるんですか TV、 守れるんですか TV、 攻めすぎたんじゃないの TV、 オッケーオッケー、いやー、ま、マジメガゴ涙目だな、マジでメガゴより攻撃速度なんかほぼ倍あって復活もするっていう、やばいよねね、まあそんな復活することないけどね、うんさあまあスパーキー出すと多分逆なんか何がしかしてくると思うけど、もう俺は攻めるよっていう、俺も今失うもんないから、もう攻めまくろうかなっていう、さ逆サイコイ、さあさっきここで釣り落としてましたからね私最悪の、はい、ゴブジャイハイ出させてもらいまして、はいこのスケルトンちゃんを早く早めにやってほしい、はいここで、いやーこれ早く出したいな、オッケー、あー本体いっちゃった、いただきました、これはね無視ですね、逆に左無視っすね、あやべ、待って大丈夫なんかい、これは左大丈夫かい、ちょっと持ってかれてるぞ、大丈夫、不死鳥復活しろ、あ意味ね不死鳥、意味ねーマジで意味ねえ、復活の前失敗、あれエレキ、オッケー、左はもうこのヒースピアだ、このヒースピ流しとけ、このヒースピアだぞ相手、オッケー、あただ待ってこれまずいぞ、まずくない、ちょっと待って、
まずいことしてない俺さっきから。まずもう早く行ったれ、早く行ったれ、早く行け、早く行け早く行け、オッケー、ヤンキー、ヤンキー総長、早く行けお前、早く行けお前あ、いたいたいた今3日。いやということでね、今日久々に、クラロア、動画でございましたけれどもね、また、出したいなっていうね風に思っておりますんで、気長にロングランで、急がず、待っていただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。